<laughs> はい、どうも、こんにちは。沖縄ママでしょ。ミータんシんですね。ミータんシャね、今日ね、えー、朝あ、チュール2袋とウォンプチ1袋を無事にいただきました。はい。えビタミン C も相変わらず食べさせています。でもね、嫌がって引っかかれるんで大変なんですよ。はい。傷だらけでございます。はい。えー、まあ、そういう感じでちょっとずつですけどね、えー、食べられるようになってきてます。やっぱりね、あのー、まだ固形物無理みたいなんで、 でえ、しばらくね、フレーク状のものとチュールで、えー、やっていこうと思います。はい。えー、まあ、そんなこんなですね。はい。えーとですね、皆さん、あのー、今ね、世界の裏側で何が起きているか。はい。えー、それなんですけど、ポストドルですね。ポストドルを狙った動きがね、もう始まっ よはい、えー、これね、いろんな方が、あ、人のね、みんなを元になるんじゃないかっていう話が出ているんですけど、どうもそうはいかないみたいで、 他にも候補があ結構あるみたいですよ。ただし、あのー、ドルがね、基軸になるっていうのはもうほぼほぼないみたいな感じになってきました。はい、えー、って言ってもほぼほぼ全部ほ和水チームになりますね、和水チームに。はい、えー、候補に、あの、上がっているものが、 なんとルーブルです。はい。ルーブルでございます。はい。えーね、和水のルーブルでございます。強いですよね。やっぱりね、あのー、エネルギーですね。エネルギーとか資源ですね。はい。鉱物類ですね。資源を持っているっていうことはこういうことなんですよ、皆さん。はい。資源ですね。資源とかね。えー、まあ、あいろんなね、エネルギーのね。 え、元になるもの。それを持っているっていうことが、あやっぱりね、基、え、軸、ー、通貨のね、えー、あれなんじゃないかなって、候補になることなんじゃないかなってね、思ってます。はい。まあ、一方のね、あの、人の民民元。はい。えー C、の国はね、なんせ、あの、金ですね。金の世界一の産出国です。はい、実は。はい。えー、知らない方は結構多いんですけど、 金の世界一の産出国です。なので、まあ強いのはあ当たり前なんですけど、できたらね、人の民民元は避けてほしいなと思ってます。で、もう一つ実は候補がありまして、これがね、意外や意外なんですよ。はい、南米です。まあ南米もね、和水チームって言えば和水チームなんでね。はい、えー、まあ、アメちゃんではないです。少なくとも。はい。えー、 この南米のね、アルゼンチンとね、ブラーのジルのね、共通の通貨っていうのがありまして、それがシュールっていうんですよ。はい、えー、あんまりね、知られていない通貨ですけど、はい、こちらのシュールもー、次のね、ポストドル候補に上がっているということです。はい、多分ね、この3社のうちのどれかに決まるんではないか。はい、そうい いいた憶測が流れているみたいですねはい。まあ、なんていうのかな。投資はね、えー、しませんけど、私は。はい、えー。してる人なんかはね、ちょっと参考にするといいんじゃないかなと思います。はい。えー、次にね、来るものが何になるかっていうことです。はい。えー、まあ、どっちみちね、シュワットブーは潰れますよということです。そして、ユーのローもね、えー、ドルドルもね、 ええー、まあ、基軸にはならないだろうねっていうことですね、次には。はい。まあ、そういうことでございます。はい。見たーん。ああ、見た見た見たーね呼ばれると振り向くのにゃ。ねえ、見たかわいいですね。ねえ。はい、えー。そういうことなんでね、皆さんまた、ああ、次にね、えー、ライブでお会いできると嬉しく思います。 はい。えー、それでは、あ基軸通貨の争いということでね。はい。それではまた、ごきげんよう、沖縄おばばでした。にゃーですね。にゃーん、かわいいんでね